動画デブの金島博紀です。<laughs> 一家に一台金島博紀。<laughs> 私は今31歳です。動画なんです。でですね、あの暗いニュースがえっと飛び込んできました。であの黒人のえっと音楽演奏家が自分が黒人であることを理由にその。 開会式の出席を断られたって言ってるんですけど、これに,かこれに対して、開会式側は、開会式をこう行っている委員会側は反対してるんですね。であの、ニュースを読んでいきますと、セネガル出身の黒人のミュージシャンの方がいらっしゃるんですけど、であのこの方はですね、ちょっとその、えっと、アルファベットがちょっと読めないんですけど、であのこの方は、えっと 1994年に来て、で、あの、2021年までものすごくその音楽家として、こう、頑張って仕事してまして、で、あの、日本に、その、たくさん税金を払って、あの、頑張ってたんですね。で、あの、あの、日本政府を、その、代表して、その、海外であの演奏したこともあったんですけど、で、あの、そうですね、あの、彼の話ではですね、えっと、 PR 会社からその、えっと、会場で PR 会社から言われたことがありましてどういった感じのことを言われたのかというとなぜアフリカの男性が出演しなければならないのかとその言われてであのアフリカ系の音楽家つまり黒人の音楽家を出演させるとさまざまな人種や国籍の人を採用しなければならなく,ことな,らな,くなることを懸念しているであの言われたんですね。 であのこれに対してその、えっと、黒人の音楽家の方はあのこうあの主張しています、ただ悲しい気持ちになりました、私はゴレという小さな島、奴隷の島から来ましたこの国で20年以上暮らしてきましたが、このスキャンダラスなオリンピック、胸が痛みます、話すのは怖いけど、吐き出す準備だけはできていますってなっていて、まああの、これが本当だとしたらその悲惨ですよね。 でですね、その大会組織委員会の広報課がそのジャーナリストに対してその返信をしたんですが、ね、あ,あるあの日本だジャーナリストであの、えっと、朝日新聞に所属しているあの日本人の記者の人があの取材を申し込んだらなんとその回答が返ってきたんですねでその回答の中ではその大会組織委員会の広報課はこう言ってます。ニュ ミュージシャンの主張は全く事実と異なる多数のミュージシャンが参加する音楽パートを企画していたが感染症対策や予算上の制約から断念し当該パートの企画自体が変更となったためこのミュージシャンを含むパートに参加予定の方々には出演をお断りすることになったものって言ってるんですけどであのこれに関してなんですけどとてもその大会側はちょっとあの信用できないですね私はこの黒人の演奏家の方をその、えっと、信じますね なんかこう過去にもあの知的障害の人にいじめを加えていた人とかそのユダヤ人虐殺をそのギャグにした人とかそういった感じの人がその、えっと、関わっていてあの辞任したりその解任されたりしていたのでとてもじゃないけどその信じらんないですね。以上金島ひろきでした早くコロナが、えっと、収まりまりすように